こんばんは。そうですね。足を昨日すりむいたんですよ、膝。今日の公園で両膝に絆創膏を貼ってたんですけど、絆創膏を貼るとめちゃめちゃ目立つからどうしようって言って。どうしようってなって、テーピングがあったのでテーピングでちょっとだけ真ん中の白い部分を隠して出てたんですけど、そう、昨日ね、そう、あることをして、あー残念すぎると思って、なんかもう崩れ落ちたらもう膝まで負傷しちゃいました。結構全力でやってたんですよ、その日。結構その仕事をお仕事を全力でやってたら、気づいたら膝を負傷しました。すりむいただけなんで全然大丈夫なんですけど、ちょ気づいたらね、膝が、そう。 残念って思って、残念だったらね、膝を負傷しちゃったよ。そう、なんか絆創膏久しぶりに膝に、しかも両膝に貼って、小学生じゃんって 思いました。小学生かなって。そう、崩れ落ちて膝からついたら膝めちゃめちゃすりむいちゃった。そう、本当に わんぱく女子。でもお風呂でめちゃめちゃ染みました。いや、地面はね、じゅうたん、カーペットっぽい、普通の室内の 床だったんですけど、すりむいちゃったんですよね。退屈ですよね。今日は公園でお年玉企画みたいな感じで1曲追加でバナナ革命を踊りました。そう、スカートだったのでズボンじゃなかったんですよ。ワクワクする、ドキドキする、そんなことに決めています。そう、フルで初めてやりました。楽しかった。映ってたかな？映ってました？ちゃんと。バナナ革命。そう、バナナ革命と寡黙な月を新しく覚えて、今日の公演は出ました。そう、今日谷さんのお誕生日ね。そう、フルバージョンはなかなか披露しないので、最後にやったのエコパとかかな。エコパか、かな。でチーム E でやりましたね、確か。でもチーム曲欲しいですね。参加してるチーム曲が、なんだっけ、
俺とく君はラムネ入り口なんで、またチーム E の曲欲しいですね。もう結構メンバーも変わってると思うので、入り口から。そう、エコパね、楽しかった。チョコレートディスコ、チョコレートディスコってやりましたよ。ディスコ、コッコッコ、バレンタインが近づいてみたいな。でもチーム E って結構テンション高い可愛い曲が多いから、そういう曲結構好きだから嬉しい。そういう曲がまた来たら、俺とくとかライブでねよくやるし、可愛いし。入り口も、入り口の歌めっちゃ好き、歌詞がめっちゃいい。入り口は歌詞がもうね最高です。踊ってても楽しい。ミツバチガールはやったことあります。いつだったかな、去年の大晦日のアンダー18公演でやりました。ね、ファンの皆さんが来た最後のコンサートがエコパだもんね。もうすぐで1年ですよ、エコパから。早い。少ないですか。あ、イズザットユアシークレットね、私好きなんですよ。イズザットユアシークレット、まだ研究生だったんで参加できなかったんですけど、チーム E のレッスンの時に研究生でアンダーでイズザットユアシークレットに入ってて踊ったことがあったんですよ。意外と私は好きだなって思います。でもやる機会がないから、そう、ねえ、そっか、ソロコンから1年ってすごい。あと20日。でも1年前の今はまだソロコンのセトリは決まってないんですよね。この時点でまだ決まっていないという。ねえ、 Is that your secret? なかなかやる機会ないもんね。だって私がチーム E に昇格してから1回もやったことないから。そう、ソロコンのセットリストは2週間、3週間くらい前に決まりましたよ。全然決定来なくて。で、レッスンとかもね、そう、私が先生に聞かなかったら入ってなくて。懐かしい。1年前だって。選抜コンはもう結構割と前からリハーサルしてました。手書きのカードも2週間前だったんで、めちゃめちゃ本当は全部文字でいっぱいにしたかったんですけど、2週間でリクアワとか他のお仕事だったり選抜コンだったりソロコンのレッスンだったり結構やること多くて、そう、あんなね、あんな感じになりましたけど、でも気持ちはしっかり込めたつもりなので。本当はもう全部文字でいっぱいにするつもりだったんですよ。自分で最初に自腹でメッセージカード全部買っとけばよかったなって後悔しました。そう、
なんか可愛いメッセージカードが良くて、なんかこの中の選択肢でどれがいいですかみたいなのに言われて、じゃあこれでって、で注文してくれる予定だったんですけど、結局注文できませんでしたってギリギリになって、そうなっちゃったので、だったら買っとけばよかったなって、買って書いといたらよかったのになって思いましたね。そう、でも気持ちは込めたので、そう、ちなみにサインボールもね、2日前とかに決まって、2日前にめっちゃ書きました。そう、リハーサル終わりとかに。ボール投げる時に持ってたカバンも、衣装さんが前日になって必要っていうことを知って、そう、ボール投げる予定なかったので、そう、そこでなって、それで衣装さんが慌ててカバンを用意して名前をつけてくださって、でも、ね、あの時ソロコンサートの時担当してくださった、そう、めちゃめちゃ優しい衣装さんが、そう、私のソロコンサートが最後のお仕事で退社されちゃったので、そう、本当に感謝の気持ちでいっぱいですね。そう、そう、なんかボールの投げ方がさ、ボールいっぱい投げすぎて分かんなくなっちゃって、普段どうやって投げてたっけと思って、なんか投げ方変でした。そう、衣装かわいいですよね。かわいい、全部衣装さんがめちゃめちゃ頑張ってアレンジつけてくださって、そう、なんか最後にピンクの可愛いドレス風なワンピースみたいなの着たんですよ。で、私が結構なんて言うんだろう、スカートのさ、後ろだけ長いやつとかが結構好きで、センチメンタルトレインの時とかに着てた青い衣装も後ろ付け足してくれてたり、最後のドレス風のやつも、あれ後輩のこの衣装なんですけど、後ろにリボンとレースみたいなチュールとかを付け足してくれてて、そう、愛がたくさん詰まった衣装でした。衣装さんが、そう、あ、そうそうそう、フェスティバル公演の最初の衣装みたいな、なんか後ろが長いやつ好きです。いやいや、もうナルピーは本当出てくださって本当に感謝ですよ。よかった、本当に心強かった、ナルピーがいてくれたおかげで。ねえ、懐かしい、思い出せばいろいろありましたけど、だから前日が収録だったんですよ。新曲そういうとこあるよねの収録があって、もう記憶にないけど大変だった記憶はありますね。私あの時まだ17歳だったんですよね。すごい。そう。で、しかもその収録が結構夜とかに終わる時間だったので、もう本当は早く寝て次の日朝公演だったので一番早かったから、もう本当に早く寝てコンディションを整えて挑みたいと思ってたんですけど、本当に頑張って急いで準備を終わらせて、でもお風呂はしっかり入りたいなと思って、なんかでもそんなじっくり使ってる時間もなかったから、なんか入浴剤でめちゃめちゃ汗がかける入浴剤みたいなのを入れて、もうそれでたくさん汗流してコンディションを整えてソロコンに挑みました。で、当日も朝早くて、私普段
コンサートとかステージ立つ時とかってもうご飯は欠かせないわけですよ。ご飯食べないでコンサートに出るとかも絶対動けないから、いつも絶対食べて出るんですけど、ソロコンはもう朝も昼も、もう朝公演だったから昼はあれなんですけど、食べる時間がなくて、そう朝の結構朝からリハーサルして、リハーサル終わったらそのまますぐメイクと髪型やって、そうメイクもゆっくりできないまますぐに着替えて、はい始まりますみたいな感じだったので、結構バタバタで、そうだから本当にソロコンの時ぐらいかもしれない、ご飯を食べずにコンサート出たのはそうだからね、その後もねやっぱり終わってすぐに食べれる時間もなかったから、スタッフさんとか挨拶したりとか、そう関係者見に来てくださった方とかもそうあったりしてたので、で挨拶終わって、まあ、着替えてもすぐ帰りますっていう感じだったの でその後にレナちゃんがソロコンサート見に来てくれてて、そうレナちゃんと会って、そう一緒にそこでやっと夜、本当に夜一緒に夜ご飯食べて、それがもうめちゃめちゃ染みました、もう美味しいって思ってそう打ち上げみたいなそう本当にね美味しかったです。だからその日普段ねもう3食きっちり食べないと思うって感じなんですけど、あの日食べれなくて、初めてご飯食べれない忙しさを経験したぐらいそうそうなんですよ。そうナルピーはその後にリハーサルがあったのですぐ帰らなきゃいけなくて、そう本当は一緒にねご飯行こうって話してたんですけど、大変なのに出てくれて、そう本当にドタバタでしたね、ソロコンまでもソロコン後もソロコン終わるまで、会場出るまでずっとバタバタでしたね。そう本当にだもんね、そうもうあの時はねびっくりするぐらいでしたね。嬉しい。でもねそれが終わったらもう結構割と、確かにいろいろお仕事してたし充実してたし楽しかったけど、目が回るほどの忙しさではなかったかも、いつも通りの生活って感じです。エコパーアリーナのリハーサル期間中に思い出マイフレンドの MV 撮影があって、でもすごいねなかなか AKB さんのカップリングにそんな何回も入れるのはね貴重なので、でもすごい楽しかったです。思い出マイフレンドいい歌だし、いつか披露したいですね。またそうでエコパも楽しかったし、ユニットがウィンブルドンで、ウィンブルドンはもう全ポジションやったことあるのでもうバッチリでしたね。そうでその後に大分宮崎のツアーがあって、もうこれも本当に楽しかった。2020年の 1、2月が一番充実してたかもしれない。そうめちゃめちゃ楽しかったね本当に。そうそれで空いて8月にはドラマの撮影をさせていただいたりで、いろいろありましたね。今年は
どんな一年になるか楽しみですね。そう、やっぱりね。でもまたツアーもしたいですね。すごいミラーボールだ。ありがとうございます。キラキラしてる。ポケ実はディスコに変えて、ね、コンサートやりたいですね。そう、今年も皆さんよろしくお願いします。ねえ、コンサートいいよね。確かに熊本のツアーとかね。九州行きたいね。九州なかなか行くことないからさ。すごい、ずっとミラーボール回ってる。ましておめでとうございます。そう、でご当地グルメを食べれるのは強いですよ、全国ツアーは。なかなか普段そう、そんなにめちゃめちゃねお出かけに行けるわけじゃないんですよ、そういうツアーとか県外とか行っても。でも大分宮崎で J ファミリーでご飯に行かせていただいたりとか、あと大分で打ち上げもできて、でそれでご当地映像みたいな、コンサート中に流す映像撮影で宮崎じゃなくて大分に行ったので、大分の地獄巡りとか鳥天とか食べれたし、 J ファミリーでも地鶏とかチキン南蛮とか食べれたし、宮崎から大分に移動する時も夜のバスでチキン南蛮の弁当を食べれたりとかで、もうね美味しかったよ。あ、すごいミラーボールだ。すごいキラキラ、なんかステージからね終わったばっかですけどまだステージにいるみたい。そう、鶏肉大好きだからめちゃめちゃ嬉しかった。なんかチキン南蛮とか大好きだから楽しかった。また行きたいですね。カップリングの君は表とは違うよね、覚えてるかな。てて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 てでで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 、君のカップリングイズララ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 ラ、これはできますね。明日はサイン会と手形会、どっちの手が届くかはお楽しみに。そう、ユニットやってないんですよね。そう、去年のだって2月からもうユニットやってないってことですもんね。あーひょえー、そんな前からやってないなんて。いやでもカップリングのね振りはね簡単なんですよ。追い詰めたらガツガツ愛を食らうよ、ふうお腹すかせたライオン
ングリーライオンやりたいね。あの日は空が光ってた、時折まばたきするように、ドゥドゥ校舎の壁に。ねえ、チーム E のユニット、涙にて沈む太陽。いやでも初日から、フェスティバルの初日からだいぶメンバー変わりましたよね。そう、私はユニット、あとララバイと太陽だけ。まあこの2つって一番やることなさそう。チーム E じゃない時でユニットやるなら、ユニット何があるんだろうね。なんかコンサートだと私可愛いユニットあんまり回ってこなくて、そう、可愛いユニット来ないんですよね。なんかクロスとかやりましたね。クロスっていつやったんだろう。外資？埼玉スーパーアリーナかな。あとね、何？フィンランドはもうめちゃめちゃ来る。あ、アメピやってみたいかも。でもかっこいいのだったらもうかっこいいに全振りしたユニットがやりたいですね。私って結構かっこいいともかわいいともいかない、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいのか分かんないんですけど、どっちにも行かない曲が結構多くて、ツアーの時だとなんか何があるかな、あ、愛の色とか。そう、でも次の日はね、君だけにチュチュチュだったんですけど、そう、なんか結構今までそういうどっちとも寄らない曲に入ることが多くて、そう、でもかっこいい、かっこいい系、うん、いいよね。あ、純情主義。あ、ナイスミートゥーとかも好きですよ。え、なんだろうね、どういう系が似合うんだろう、私。そう、どういう系が似合いますかね。カレハムステーションいいね。おーちゃん、おーちゃんトレインじゃん。トゥーローズやりたい。なんかこういうやつ。でも眼差しやりたいね。眼差し。あ、残念少女ね。うん、でもわがままの流れ星とか12周年でやったんですけど、もうね、やっぱ可愛い曲も本当に最高ですよね。テンション上がる。恋鳥もやりたい。いいね。そう、だからかっ
こいい曲もなんかかっこいいにもう振り切ったか、かわいいに振り切ったかがいいな。なんだろう、そう、ミニスカートの妖精かわいいよね。そう、眼差しはアイアイと一回あれ やったか握手会のステージとかだよね。その時に狼とプライドもやった。そう、でもブルーローズはやってみたいけど、あのマイクスタンドが大変そうだからちょっと大変そうちょっと大変そう。え、オーカラブやりたいな。一回バックダンサーで7期やったことありますよ。テレレレテテレレテテテレレレテテレレテテ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 テみたいな。あ、テモデモとかね。逆転おじさまはやったことある。そう。赤ピン、赤ピンは一回ジュリナさんのバックダンサーでやったことありますね。そう。あ、ペガサス好き。いいね、やってみたい曲いっぱいいっぱいあるけど、だいたいフィンランドミラクルが来る。だいたいフィンランドミラクルが来る。そう、もうね、だいたい青。フィンランドミラクルだいたい青、青緑多め。フィンランドミラクルかぶりすごいよ。結構。あ、キャンディーいいよね。ハート型ウイルスもいいよね。エンドロール、エンドロール難しそう。天使の尻尾は一回あの全員曲を選べる時みたいなのでやりましたね。ゼロポジライブみたいなので。うん、何があるかな。そうだな、一回でいいから誘惑のガーターを一回だけやりたい。一回これやりたいですね。絶対来ない。絶対来ない。あ、虫のバラードやってみたいかも。いいね。あ、ジッパー、ジッパーでも私チャック苦手だからチャック引っかかるかもしれん。ジュックローネとパンはやったことあるんですよ。そう、抱きしめられたらもうやってみたいなと思うけど、でもどちらかというと誘惑のガーターがやりたい。そう、抱きしめられたらよもういいけど、誘惑のガーターも一回でいいからやってみたいですよね。そう、クロスはやったことあります。そう、スルーザナイトをそんな見たことなくて、一回しっかりスルーザナイトを見てみたいですね。そう、リハーサルとかでしか見たことないかも。嘆きのフィギュアは瞬きできないから無理ですね。私瞬き多いんですよ。そう、だから特にステージだと結構スモークとかで目がシパシパする。へえ、スルーザナイトはもうリハーサルしか見たことないかも。
イドルなんて呼ばないで可愛いよね。でもね、絶対誘惑のガータは回ってこないと思う。うん、だってね、そういう曲やる人っていっぱいいるじゃん。いっぱいいるからさ、来ないと思うよ。あー、ひまわり好き。メイさんの卒業公演ですごいいい歌だなって思って。確かやってたよね。いやエゴさん、そうだね、エゴさんやってたもんね。でもスタッフさんが見たかったのかもしれない、エゴさんの誘惑のカーターを。やっぱ需要があるから需要があるから。あ、奇跡は間に合わないも好き。青川フィンラン、違う違う、青川なんだっけ、青川動物園、動物園専門でした。あ、チョコの行方もやったことあるな。うん、キリンとゾウ専門でした。専門でしたね。キリンもライオンもチンパンジーもゾウもシマウマもラクダも懐かしいな。うん、動物園とかいつやってたんだろう。確かに大型動物だけ、ウサギとかないもんね。動物園、雨の動物園、エコパでもやってましたね。なんか結構年上の先輩方が。エンドロールはね、この間12周年の時に見てて本当に難しそうだなって思ってまあ多分ないと思います、来ないと思いますね。来なさそう、なかなか回ってこないと思う。ダンス系やったことない気がする、ダンス系ユニット。うん、ピュースさんがすごかったね。いろいろありますね、ユニット曲って。そう、あ、強がり時計ね。 S のね、ダンスメドレー、 S 公演のダンスメドレーやったことありますよ、私。重ねた足跡出たことあるんで、マッチがやってたところやってました。ギャラクシー、ギャラクシー楽しかった。
ギャラクシー？ギャラクシーだよね。いくつの星みたいな、あの歌めっちゃ好き。え、でも私は S のダンスメドレー好きですよ。楽しかった思い出しかない。そう、でも私がアンダー出てから、こう見えて出てない公演ってベル、最終ベルしかなくて、そう、青が青春ガールズ公演のアンダーも多分一番最初に出てるんですよ、正規面で。こう見えてこう見えて実は一番最初に出てたりする。あとね、リスタートも K2 のアイリーが先に出て、その次とかに出てるんですよね。そう、こう見えてそう、こう見えてそう、結構割と早めにアンダー出てます。そう、本当はベルも出たいけど、やっぱりね、そういえばアンダー研究生がやっぱり出るから、そう、やっぱりなかなか、そう、なかなかね出れないんですよ。やっぱそう、出ないんですけど、ラムネはもういっぱい出てました。大好き、あの公演めちゃめちゃ。ラムネはアンダー1ヶ月全部 K2 公演のラムネ出た時とかもあったし、大好き、ラムネ一番好き。ラムネの飲み方公演、本当はね全公演制覇をずっとし続けたかったんですけど、になっちゃってちょっと出れなさそうだったので。そう、とだからね、12周年の公演は自分たちで決めれなかったので、私たちは。そう、だからもう本当お願い、お願い、ラムネ、ラムネ来い、ラムネ来いって思ってたらラムネ出れたんですよいや、それをね知った時はもう嬉しくて嬉しくて、しかもねナルピーとも一緒に出れたし、アンダーに出てた時は本当に毎日楽しくて、やったみたいな、今日もアンダー出れるよってひたすら覚えてましたね。マネージャーさんとかにも、ここと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 ここできるんでいつでも呼んでくださいみたいなそう、もうすぐ覚えるんでいつでも呼んでくださいって言ってましたね。大好き。そう、そう、アンダーとかね、そう、アイアイとかさ、やっぱりダンスっていうあれじゃないで、イメージっていうか、もうダンスが上手いから、入った時からで、アンダーも早かったから、ポジション空いたらマネージャーさんがアイアイに言うじゃないですか。そう、ダンスがね、今まで結構アンダー出るの私遅かったんで、今まで出てるその同期とかに行っちゃうから、ちょ、こことここできるんで、ここもここもできるんで覚えたんで言ってくださいって。やっぱり覚えてるなら、覚えさせるよりは覚えてる人を多分使ってくれるじゃないですか。そう、まあでも出たくて出たくて仕方なくて出たくて出たくて、しかも仕事もないから、そう、仕事ないし、もう出たくてアンダーもうたまらないから、いっぱい覚えましたよ。ラムネはもうどこでも大好き。そう、 S に、みんな S から結構アンダーデビューしてたんですよ。そう、みんな制服の目から出てたから、制服の目ももちろん出たんですけど、もういっぱいいっぱいだったんですよ、悪以上にできる人がいるから。だから制服の目は
何歩時間覚えてやって出たけど、そう結構ラムネがやっぱ一番覚えたかなって。そう DD どこでも出してどこでも出してだったね。どこでも大好き、どこでも出るよ、どこでも出して懐かしいね。そう楽しかったね。そう人数が多かったからね、7期。そう でも出るようで、どこでも出るよう精神でやってましたね。懐かしい研究生で49の時期もあったからいっぱい出られた。本当にその時の公演もう4月とかだったと思うんですけど、めっちゃねもう毎日公演、公演の住民だった懐かしい。最近だとねもう公演も少なくなっちゃって、フェスティバルも好きだしもちろん思い出もあるんですけど、フェスティバルしかやっぱ出れないから寂しいところはありますね。なので去年ぐらいかな、去年の秋とかは鉄なとかも出れたので2公演ぐらい一緒にやってたんですけど、そう今はねそう鉄なもないですしね。懐かしい。そんな今日も公演をしてきました今日も公演をしてきました。もし3位確かもし3位歌ってたんですよ。あそこをやりたくてやったーって思った記憶がある。ダサいメガネにリュックサックでも全国のもし3位恋の傾向と対策教えて、バックダンサーで公演に出たのアンダーに出る前に出たのがやっぱ手をつなぎながら公演のグローリーデイズだったので、めちゃめちゃ研究生の時とかから聴いてたから鉄なの曲は。懐かしい。アンテナ好き。どこかで誰かがいるよ。去年の年末にもやりましたね。制服の面の公演で一番難しかったの、覚えるのが苦手だったのはね、今だったら絶対簡単な方なんですけど、なぜか私当時覚えれなかったのはメガネかけるやつなんだっけ、どうにないみたいな、なんだっけ、合格キス、これが一番覚えれなかった。そう絶対ね今見るとね簡単なのに、研究生の頃覚え始めた時一番苦手でした。ダンスの先生にも「合格キスは一番簡単じゃん」って言われましたう
そう、フェスティバル公演で初日に、ま、出たんですけど、チーム E の先輩と一緒に、ま、レッスンを研究生がの私という方が混じってしてたんですけど、やっぱり研究生のレッスンと比べるとめちゃめちゃ早いし、なんだろう、周りの先輩の理解力もすごいから、まあ、どんどん進んでいくんですよ。で、一番困ったのが美しい狩りなんですよ。美しい狩りが本当に初めて覚えるのには一番手こずる曲かなって思いますね。もう一回覚えちゃえばもう本当にどこのポジションでも余裕だと思うんですけど、その時ね、一番なんだこの曲、このダンスは何だ、なんだ苦戦してたのがカリーですね。そう、あの曲のダンスが一番難しかった。足とか結構ややこしいんですよね。手とか縦紙をって難しいんですよ。けどまあ一回覚えちゃえばできるんですけど、そう大変でしたね。でももうね、研究生の時はレッスンもう覚えることに必死だったから、そう、でも美しい狩りのレッスンだけ理解できないまま終わりましたえ、みたいな、もう覚えることを諦めてたねもうこれは一旦もう分からん、分かんないから帰って今日の映像を見てもうどうにかしようと思って他の曲はまあ割とレッスンに頑張って、ここはこうかここはこうかって理解をして、帰って練習できるように覚えなきゃってなってたけど、もう美しい狩りはね、えよくわかんない、もうわかんないわかんないってなって、でもそう、初日までに何回も劇場でやってるので、でも楽しみでした。初日はそう、何回もレッスンとかもあるし、そうそうそう、そう、そう、本当に懐かしい。でも初日は問題なかった気がします覚えてないけどね覚えてないけど、うん、でも12周年でやった逆上がり公演はでも楽しかったです。めっちゃめっちゃ好きだった。めっちゃね、よかった。否定のレクイエムとか好き、逆上がりも好きだし、何が好きかな、逆上がり公演、あー、その汗は嘘をつかないも好きだな。逆上がりの曲いいよね。なんか12周年の時にカホちゃんが、その汗は嘘をつかないは本当にジョジョのブチャラティだっていう話を聞いてから本当にこれ本番より前のリハーサル期間中に聞いて、え、確かにと思って、ジョジョの五部のブチャラティが、その汗は嘘をついてる味だっていうセリフがあるんですけど、え、本当じゃんって、汗、その汗は嘘をつかないって、すごいなと思って確かにって思って、あ、この曲ブチャラティだ、ずっとサビで、その汗はこうやって振り、こういう振りなんですけど、私の頭の中にはいつもブチャラティですブチャラティの顔が浮かんでますよ、これを踊ってる時、実はそう、
ブチャルティじゃん。上がりはいいですよね。そうそうそう、ジョルノの顔を舐めて汗で、その汗は嘘をついてるって汗の味でわかるんですよね。だからその汗は嘘をつかないって、おおなんかそのカオちゃんの話聞いてめっちゃ納得しちゃったんですよね。本当だっての確率やりたい。あと勇気のハンマーめっちゃ好き。勇気のハンマー、え、すごい。その汗は嘘つかないで、その次ジッパーでめっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。坂上くん衣装いいんですよね。あの曲の衣装、白と黒のさ、ファンレターの衣装めっちゃ好き。アンコールのさ、チェックのやつも好き。オネストマン好き、よく聞く。おお、火の鳥いいですね。シアターの女神は劇場で周年かな、何かの時にやりました。何回かやったことある。フルではやったことないけど、もう何公演だっけ、勇気のハンマーとかが入ってる公演。隕石の確率とか、好き好き好きとかもあったっけ。何公演だっけ。これシアターか。この公演やりたいですよね。そう、シアターやりたい。いい曲いっぱい、いいよね。そう、いいな、やっぱやり楽しいよね、踊るのって。だから12周年めちゃめちゃ楽しかった。本当に結構みんな大変だった、もちろん大変だったけど、本当にそれ以上にもう楽しくて、隕石の確率いいよね、可愛い。僕の太陽いいよね。僕太いいですね。ララ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 ラ、いいよね本当に。ねえ、いろんな公演やりたいね。だから12周年はめちゃめちゃいい機会でしたよね。いや本当に。でも逆上がりは意外だった。チームイーダーからかなとも思ったけど、そう、あ、私逆上がりだったんだって思って。ビンゴビンゴビンゴと僕対いいよね、わかる。ねえ、へー、私逆上がりまだ覚えてるのかな。1曲目なんだっけ、あ、手のひらか。でもあれ結構映像が古かったから手がもう細かいんですよ。誰もみんなこういうやつこれが本当に映像がもうめちゃめちゃ古いから、もう こうやって拡大をしてめっちゃ頑張って映像を解析して
手練習してたんですよ。でも結構覚えるの後回しにしてました。いい歌めっちゃ好きなんですけど、もうちょっと大変そうだったからこの曲は手の後回しにしてましたね。いつ頃だろう、めちゃめちゃ前の古畑奈央さんとかもチーム E だったし、そうめっちゃ前の映像でした。そう、でももう全然覚えてないかも。汚れちまった悲しみに、なんだっけ汚れちまった悲しみはなんとかやつですよね。めっちゃ覚えたけど、そうもう結構前の映像でしたね。そう古かったなんとか。あ、今日も小雪の降りかかる、これ一番最初の1行目ですよね。で、 To be continued はサマステでチーム入りやりましたね。懐かしいね、昔のね公演とか。汚れちまった悲しみはなすところなくか願うなくみたいな、汚れちまった悲しみは何望むなく願うなく、なんか惜しくない何望むことなく願うなくみたいなまあでもそうだな、もう忘れちゃったな。なんか惜しい気がする例えば狐の皮ごろもありましたね。レオナさんが言ってたイメージ、12周年で。何があるかな。あ、日が暮れられましたね。なすところなく日が暮れるだっけ。何望むなく願うなく。初恋のね踏切はね好きですよ。ソロコンにも入れましたからね。逆上がり公園か、何望むなく願うなく、なすところもなく日は暮れる。なんか惜しかった。私が言ってたセリフどこだったかな、結構最後の方なんですけど、汚れちまった悲しみは汚れちまった悲しみに、汚れちまった悲しみは汚れちまった悲しみは、気になる。痛々しくもおじきづきありましたね。ありましたありました、痛々しくもおじきづき、巨大のうちに死を夢もありましたね。うん、あ結構もうでもどこを言ってたかもう覚えてないな。すごいファンの人覚えてる、すごいね。逆上がり公園、でいいよねやっぱ。そう、
皆さんは明日はお仕事ですか？夜遅いけど見てくださってありがとうございます。ねえ。おお、6時起き。お仕事、みんなお仕事なのにありがとうございます。みんなお仕事だ、頑張ってください。大変そう、こんな時間まで睡眠時間を削ってこんな配信を見てくださってありがとうございます。なんでハンターハンター好きなの？なんでだろう。でもめっちゃ今もう再ブーム来てますよ。私ずっと4月頃に家にもやっぱ自粛期間中に見返して、結構小学校の時とか好きだったんですけど、もうね再ブーム来ちゃった。超大好き、めっちゃね見てましたね。配信は24時までできるのでギリギリまでしようと思います。なので、あの眠くなった方は全然お仕事に備えて寝ていただいて大丈夫なので。パチパチ、ぜひ。そうですね、明日何時起き、何時起きだろう、何時起きかな、何時起き、何時かな。でもうん、そうだな、サイン会とかあるしね。いやー、みんな朝起きるの早い、5時に起きる人多くない？みんなそんなに5時に起きてるの？5時。明日はね、そう、いやでも7時でもね規則正しい生活ですよ。7時起きも、5時は早い。私寝る時間が遅いから本当に昨日とか全然寝れなくて、もう3時半とかに寝て頑張って寝た。で朝起きて、そう、そう、遅いんですよね。結構ね、寝れない日は本当に太陽出てきちゃう、もう朝じゃんみたいな朝じゃんみたいな時間に寝る時もある。あと寝る前とかにちょっとだけドラクエやって冒険進めようと思ってたら、思いのほか、なんて言うんだろう、霧悪くなくてみたいな、霧良くなくて、なんか自粛中とかも
なんか今までそうずっとお仕事だったから、そうあれもやりたいこれもやりたいってなってたら、結構朝は7時に起きて夜は早めに寝るって思ってたんだけど、朝は早起きするけど夜寝れないみたいなだから1日24時間を盛大にしっかりと充実させようと頑張ってましたでも本当にドラクエだけでもないですよ。そうドラクエだけでもなくて、うん、そうゲームだけじゃないけど、そう、そう休み6年分のお休みを一気に来たみたいなそう、それこそねそのハンターハンター見返すのも長いから、ハンターハンターもずっと生活の一部みたいな感じで見返せたりしてましたね。そう毎日あっという間すぎていつも人生そうそう私もできることなら早く寝たいけどやっぱお仕事が終わるのが遅いのもあるし、いつもそうだからやっぱね早く寝るのは厳しいですようん、そうだね。でも充実しました。充実してます毎日。遅寝早起きが私の個性です。そう能力能力そう、え公演後疲れてるから、なんかお風呂入るまでとかは結構あもう疲れた本当に疲れたからもうお風呂入ってもうすぐ寝ようって思うんですよ。でお風呂上がってもう寝る準備してさあ寝ますってなったら布団に入ってよし寝るぞって思うとあれみたいな寝れなくないって結局次の日の朝後悔するんですよねでも寝れないから、そうそうなんですよ。わかりますこれ、早く寝るぞって思って布団に入るけどいや寝れないなってなって、目をつぶってれば寝れるよみたいなあるじゃないですか。いや寝れないんですよそうで結局携帯見たりとか、ちょメンバーとか結構夜遅く起きてて、そう全然3時とかには割と起きてる人多かったりする。あありますよね、睡眠を呼び起こす音楽みたいななんかそうなんか眠くなるのを待ってると頭の中でめちゃめちゃもう無限に悩み事が出てきちゃうんですよ。何もしてない、なんかしてないとそう目閉じて待つじゃないですか。そしたら果てしないこいろいろ頭の中で考えちゃうから、そうだからほんとに考えれば考えるほど目覚めちゃうんだよね。そう考え事でも何考えてるかって言われたらそんなねあれだけど、そう、そういう時もあるよね。そう頭の中とかね音楽流れたらもうあれみたいな、このなんかダンスとかも頭の中で結構考えてたりするんですよ。あれみたいな、この次の振りなんだっけ、でも歌詞とこの流れ的にあ待ってこの振りだみたいな、あこれだこれだみたいなとかややこしい振りとか、そう脳が動いちゃうんですよね。
なんかお風呂に入って体温を上げて、で体温が下がるときに眠くなるみたいなと聞くけど、全然だよね。でもさすがにコンサートの次の日とかはよく寝れる。めっちゃ滝のように汗をかいた次の日、美浜の次の日とかね、めっちゃ寝れる。そう、睡眠は皆さん大事なので、しっかりと寝てお仕事にはバッチリ目を覚まして、予定とかね、次の日の予定とかはしっかりと睡眠をとって挑んでください。そう、大事ですから。確かに美浜ね、見てるだけでもたね、あの海にいるだけで汗かくからね。そう、私は全然寝てないですけど、そう、あーお酒ね、そう、まだまだあるんですよね、20歳まで。そう、今日は服はね、パーカー、そう、レッスンに今日のリハーサルで着てた。可愛いでしょ、これ裏起毛みたいな感じでめちゃめちゃあったかい。そう、リハーサルの時に着てました。消えね、まだまだ先なんですよね。白、クリーム色クリーム色っていうのかな、今クリーム色みたい、そういう色。そう、昼間はめちゃめちゃ眠たくなるのにね、そう、夜は、そう、夜行性なのかな。アイボリーそう、私不眠症なのかなって思うけど、寝るときは寝るしね。そう、そう、あやさんとかも前会ったときに20歳になったら一緒にお酒飲みに行きましょうって言ったので、美味しいお店を教えてくれるらしいので、楽しみですね、20歳は。まだ長いけどね、まだ18だし。まだ18だよ。そうなんですよね、言うてもすぐなんです。そう、言うてもすぐだから、そう、結構ねあれなんですよね。だって私 SK 入ったの12、3とかだったのに、もう気づいたらもう18ですもんね。あっという間、6年の活動、本当にあっという間だった。あの、成人式したら何、ファンのみんな泣いてくれるの。だってね、だってめっちゃ言ってるけど、13歳だよ、13歳、はぁ、13歳。だってね、ハタゴンとかが7期入った時がちょうど19とかだったじゃんね。でもめっちゃ大人みたいな、すごい大人だなって思ったのに、いざねに近いと、みんなファンの人、みんな私が成人式迎えたら泣いてくれるの。優しい、
親みたいじゃん、両親じゃん。だって中学1年生だったからね、もう赤ちゃん。そんな私が20歳になっちゃうなんて、もう一回2分の1成人式みたいなのした方がいいかもしれない私そう、そう、もうそう、分かっちゃうんだよ。そうだよ、今のアミちゃんよりもちっちゃいからね、13歳だったから。うん、嬉しい。私が成人式を迎える時も応援しててくださいねそれまでに違う子を襲おうとかならないでくださいね。ちゃんと私の成人式も見ててくださいよそう嬉しい。ね、後輩とかも増えてきてる、きてますからね。20歳か、すごいよね、あっという間。そうだぞ。意外とね、もう七期も先輩な方なんですよね。でも年齢が結構みんなね若いから全然そんな感じしないよね。嬉しい。もうすぐかな、あと7分。でね、6年ってすごくないですか。6年、次の3月31日で6周年になるんですよね多分。そうだよね、だって6周年ってもう結構だよ。ね、6周年で、だってね、7期が入った時多分結構もうみんな若かったもんね。だって今もし7期が入ってたとしたらもう全員ティーンズなわけじゃないですか。全員ティーンズ選抜の候補ですよ。そう思うと若いよね本当に。そっか、SKE の歴史の半分ぐらい、約半分。はあ、そっか。いや、私が入った時の SKE が半分の歴史っていうのがもうびっくりだね。うん、結構衝撃。本当にそう嬉しいですよ。でもこんなに素敵な、こんな時間で、明日朝早いのに配信を、睡眠時間を削って配信を見てくださる方がいて、
そうなのよ、12時までショールームが配信できる年齢になってるんですよ。はあ、懐かしい。吹き出し渋滞中の17時間配信で確かお披露目しましたよね。ニコ生？ニコ生かなんかで。うわー懐かしい。すごくないですか？しみじみだってね。そう、もう今日は何時何時までだからね。総選挙とかもさ結構はけてたんですよ、時間があれだったから。結構そう、上の方のね1位2位とかも当然見れなかったし、なんか結構上の方に行くまでにもう戻んなきゃいけなかったから。そう、懐かしい、懐かしいね、ニコ生のやつも。お披露目の時、私はね憧れの先輩は全員箱推しって言ってましたね。もちろん SKE のグループが好きで入ったので、この人が好きっていうよりはみんな好きですって言ってましたね。でもやっぱ入って直接先輩方と触れるっていうか、一緒に活動していく中ですごいお世話になったりだとか、中身を知ることによって、その谷さんとか相田さんとか優しい先輩をね、すごいお世話になったりだとか、こんな一面もあったりとかっていうのを知って、今推しっていうか、もめっちゃ好きな、お世話になった先輩っていう先輩はもちろんいますそうなんですよね。そう、今日谷さんお誕生日です。谷さんはね優しいし本当に面白いし、一番多分私が好きになったきっかけがスパの二人遊びの撮影で一緒にペアになった時にめっちゃ優しくて、ですごい面白かったし、それで大好きになりました。そうです、今も変わらず研究生の時から。もうすぐで終わりだ、スクショ急にスクショタイム。そう、浴衣のやつ、指ハート、皆さんこんなにこの時間に皆さん見てくださってありがとうございます。みんなはいい夢見て早く寝てください早く寝てください、明日に備えて。私も明日はサイン会と手形会楽しみにしてます。これは多分急に切れるかなあと1分かな。おやすみ。切れるかな切れるかな。